糖尿病患者がアルツハイマー病にかかりやすいという仕組みを大阪大学のチームが解明しました。アルツハイマー病の有効な治療法を見つける手がかりとなりそうです。アルツハイマーの予防治療を考えますと、やはり早期の段階からですね、特に糖尿病の方では介入していくということが非常に重要だと。 大阪大学の研究チームは糖尿病のマウスとアルツハイマー病のマウスを掛け合わせ両方の疾患を持つマウスを作ることに成功しました解析の結果アルツハイマー病だけのマウスが生後6ヶ月ほどで記憶力障害が見られるのに対し両方の疾患を掛け合わせたマウスでは生後2ヶ月というより早い時期から現れ